おじゃくん。はい。部屋が毛布だらけです。そうです。ポンちゃんは毛布の2枚重ねで。あまりにも寒いので毛布に絡まっております。毛布かけまくり。でかけた毛布を剥いで置いた上にポンちゃんが乗っています。ポンちゃんは上が好き。ね。うん、なんだこりゃ。いただきました。デコちゃんのご褒美エステ。なんだこりゃ。よろしく。夢心地の極上グルーミングブラシって書いてあります。名前はキャンディーブラシ。よし、開けます。よいしょ。おお、これがブラシなんだ。ブラシ、へえ。ブラシ、ブラシ、はい。なんかかわいい、おしゃれ。なんか女の人のね、なんか化粧とか美容グッズみたいな、うん、はいはいはい。ちょうどジャン君が好きなやつとこの針の感じは近いね、うん、はい。キャンディーブラシは環境に優しいシリコン素材を用いた猫ちゃんのご褒美エステブラシです。猫ちゃんの肌を傷つけることなくしっかりと抜け毛ケアできます。はい。滑らかな表面素材と柔らかい突起シリコン形状によるブラッシングに猫ちゃん大喜び。ありがとうございます。いただきものです。あ、こんなんもらったよパンちゃん。シャワーの時も使いますって書いてあるけど、ちゃんうちの人たちはお風呂入らないんですね。あ、ポンちゃんは、あ、気持ちいいな。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんいいね。ポンちゃんいいね、いいね、ポンちゃん。ポンちゃん。ちょっと逃げたけど。まあ、最初はなんだかわからないもんね。うん、お、いい感じ？あ、ブラシってなったの。あ、気持ちいいな。よかったね、ポンちゃん。ポンちゃん。いいね。はい。はい。気持ちがいいと爪とぎに行くポンチ。爪がどっか行っちゃった。ジャン君もトイレから戻ってきたらしてもらえるよ。お、ポンちゃん、うん、意外と長くやってられるね。うん、取れた、取れた、ポン、いっぱい取れた。ポンちゃんの瓶、ポンちゃんの瓶、ポンちゃん瓶、ジャン君瓶、マックした時や、ポン瓶に入れます。よかったね、ポンちゃん。意外とここもスッと取れていいかも。うんうん、いいね。これで今度はジャン君やったらジャン君だけの毛になるしね、うん。人間も持ちやすいんでしょ、それ。あ、そうだね。こうやって、うん。私にはちょっぴり大きいけど、でも普通の人にはちょうどいいかも。いい感じじゃん、ポンちゃん。いいね、ポンちゃん。うん。うん、あー、気持ちいいな。いいね、パン。ポンちゃん普通逃げちゃうもんね。うん。気持ちいいんだ、ポンちゃん。よかったね、パン。このラバーのブラシは優れてるね。ラバーじゃなくて、なんだ、シリコン。シリコン、うん、シリコン。でも、そういうのを全部ラバーって言うんじゃないのかな。ちょっと意味がわからないけど。ラバーは、あれじゃないの、ゴムとかそっち系じゃない？わからない。多分素材が違うんじゃないかな。
はい、2巡目も取れました。ポンちゃんの毛意外とさ、うん、外はあれだけど中が指にくっつくんだよね。そう、なんかふわふわなんだよね。静電気なのかよくわからないけどね。ポンちゃんの毛は外はツルツル、中がふわふわ。はい、ということでどうもありがとうございます。ありがとうございます。またたくさん使わせていただきます。次はジャン君だ。ジャン君、どうジャン君、気持ちいい？ジャン君、はい、いい感じだね。ジャン君はもうこの触り心地が大好きなんだもんね。うん、ジャン君、ジャン君、ジャン君、気持ちいい？チュムも平気かな。あーチュムも気持ちいい。気持ちいい、気持ちいいね、ジャン君。気持ちいい、気持ちいい。なんかくるくるいってる。お、こっち。ほっぺもやりましょう。うん、気持ちいいです。はい、こっち側もやりましょう。えい、ジャン君、変なとこに入っているジャン君。ジャン君、ジャン君、ジャン君、足舐めるのはなんかくすぐったい。そう、ジャン君ってなんで足舐めんの、うん、足とか腕とか舐めるよね。で、舐めた後噛もうとするよね、うん、あれはあれかな、ジャン君。まあ、毛づくろいの一種なのかな、猫同士だったらね、うん、それでつい、あ、毛がない、カプってなっちゃうのかな、うん、ジャン君、はい、あったかい、おやすみ。なんかね、ストーブが消えて